最も感動したコーヒー、人生の中でこれは忘れられないぜっていうコーヒーをね、聞きたいな。シチュエーション次第だとは思うんですよね、そういう記憶にの、ただ記憶に残ってるっていう意味では、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つは、今ちょっと二つ言いたいですけど、はい、一つは一番じゃなくて申し訳ないですけど、はい、その今でもインパクトに残ってるなっていう、インパクトが残ったなっていうのは、うん、一つはそれこそ、初めてカフェテランゴさんにお邪魔をした時に買ったコーヒー、うん、今でも覚えてますけど、ガテマラのラフォーリーですね。おー、はい、あれを買って家で入れて飲み始めて、多分その当時は何も別に飲んでみてはなんかすごい美味しいなと思っただけだと思うんですけど、でも間違いなく、あ、ここのお店の豆をとりあえず全部一通り全部飲もうって思ったコーヒーだな、間違いない。あ、まあでもね、オリーはありますもんね、はいはい、あれがすごいインパクトがあったなっていうのが一つと、うん、もう一つは、まあ、僕その開業する前の年に、あの焙煎機のコーヒーディスカバリーを、うんうん、あの買ってるんですね。で、まあ、焙煎の練習したくて自分で、うん、でそのディスカバリーを買って自宅に置いてたわけですけど、でそれである程度、まあ、焙煎ちょろ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 いろいろ豆を、いろんな種類の豆触った後に、ちょっとここで一回度胸をつけるのに芸者入れてみよう、そのエスメラルダの、あの芸者をたまたまそのネットで、まあ、生豆買ってたわけですけど、その買ってたところで出てたわけですよ。これでも高いなってなったんですよね。もう他の生豆に比べたらもう10倍近く、うん、8から10倍の値段するわけですよ。うわ高いなと思ったんですけど、でもこれちょっと買うか、買ってみるかと思って、うん、まあ、当時もコーヒー屋さんでちょっと働いてはいたので、その周りの人にちょっとさ、これ買いたいんだけどさって言って、みんなで聞いて、何人かちょっとまず募っておいてから、うん、よし買うぞってなって、うん、で当時のエスメラルダのあれオークションロットでしょうね、今思えば、を買ったんですよ。で買って自分のディスカバリーで焙煎したその芸者がめちゃくちゃ美味しかったんです。へえ、すごい。もう今でもあの要因はすごいなって未だに思うぐらい、今焼いたらもっといいんでしょうけど、当時の僕なので、ただ当時のあのディスカ、当時の自分でとそのディスカバリーで焙煎しても、うわこんなにうまいんだなって思ったのを覚えてますね。だから僕の芸者のインパクトってそれぐらいのものがあるので、やっぱりこうもう10年ぐらい経って芸者もずっと売られてきてるわけですけど、あ、芸者もちょっとね変わってきちゃってるねっては正直思っちゃいますよね。あそこまでインパクトのある芸者はもうなかなか買えないです手に入らないですな、とこですかね。なるほどね、芸者ですね結局、うん、昔の芸者今いる、ね、芸者は業界内でもインパクトを受けた人って多いですよね。あ、明らかにね、それまで飲んでいたコーヒーと違ってたからね、うん、あれのデビューの時ってね。で今でもその時美味しかった芸者が、今から考えてもその芸者やっぱすごかったんだろうなと思うのは、うん、あれはもうシティローストまで行ってたんですよ、はいはい、どう考えても、うん、2発鳴らしてたんで、うん、一瞬なるほど、はい、それで全然その、もうその重たさとか一切なかったんですよ。めちゃくちゃフローラルだったんですよ、ね、なるほどね。だから今思えば、まあ、すっごい豆の力があったんだろうなと思いますね。